どうなの最近アルバイトしてんのあの、アルバイトはしてます。あ,あ、そう、はい、何のアルバイトあの、今、やってるのは、あの、コンビニです。えぇ、ー、そのコンビニは時給いいのコンビニの時給はいいです。へえ<ー>、うん、コンビニ時給いいんや。うん、とってもいい。時間帯は時間帯は、あの、一応、時間帯は、あの、朝。え朝って時給いいんや。朝の5時です。あ、 村長やから時給いいってこと？うん、時給はとてもいいです。ええー、そうなんや。え、時給何本、うん、時給、いくらだと思いますかええー、時給いいってことはでも、ま、あ、千、千百円。千二百円。ああ、時給いいな。うん、時給いいです。ええー、コンビニってそんな時給いいやんや。うん、だからお思ってたよりもいいです。ええー、人間関係はああ、旅行です。ええー、じゃあよかった。うん。うん、ええー、楽しく働いてるんや。うん。 とても働きやすいですおーえ、アルバイトそれだけ掛け持ちしてないのあ、掛け持ちしてます掛け持ちしてるのはいコンビニと何新聞ですあ、新聞配達うんえ、新聞配達なんか肉体労働やろ肉体、でもねとっても面白いのがあの新聞配達をやってるじゃないですかたまに自分が働いてるコンビニに届ける時があるんです それ面白いなでそのついでにコンコンビニでそのまま働きたくなるんですけど一旦いやそれはあかんやろだって <laughs> 自分配達してる途中やろ自分の新聞社には帰らないとダメえじゃああの新聞配達そのコンビニにした時にそのコンビニの店員さんが「あれ君」みたいなのなるやろなる <laughs> それえ最初の時びっくりされなかったあ びっくりされたやろ絶対ああそうそ,のはそういう話の展開をあの求めてるかもしれないけどあの事前に言ってたからあ <laughs> そうかそれは事前に言うわな <laughs> そう始めたのはどっちが先新聞配達新聞配達あ新聞配達を先やってたんやであのコンビニの面接ですでにあのその事柄は全部話してたえちょっと待って新聞配達もコンビニもそうやけどめちゃめちゃ早朝の仕事やな うん。めちゃめちゃ早朝の仕事。なんでめちゃめちゃ早朝の仕事ばっかりしてるあ夜に何か用事ある。うん。何もないだけに、これは、あ早起きしたいだけ違う。ただの偶然。偶然偶然っておかしいやろだって仕事選ぶときに、え、早朝の仕事を選んでるわけやろうん。あ、あそんなのおかしい。コンビニに関しては、最初は、あの、えー、夕方から、 あー夜タイまで働くつもりだったけど。そういう規模を出してたってことうん、でも、うんあ、バイトの人のあ事情によってあ、総長が人数足りてないってことが分かって、うん、あだから結局こういうことになってしまった。総長入りますって言ったの総長入りますって言う今。ああ、じゃあ同じ時間帯やから、かぶったらどっちか選ばんといけないな。ああ<ー>、はは。 あ,ーあー面白いのが、それ、それは事前に言ってるから、あ新聞配達の方のシフトはあ、1ヶ月前に出さないといけない。あ<ー>あ、事前にな。コンビニの方のあシフトは2週間前。ああ<ー>、もうそういうことが被ることがない。あーあー、まあ、お互い理解あるんや。ある。というのも、これまた偶然で、店長が同じ兄弟。えー、え 兄弟同士の。兄弟同士。お兄ちゃんが新聞配達営業。ええ、それ珍しいな。弟がコンビニの店長。そんな珍しいことあるんやな。こんな珍しいことがあるんよ。そのお二人の兄弟にお世話になってるんや。お世話になってる。ええー、でもほんまにすごいな。 こうやって普通に日本で普通にもう職場で働けるようになってるぐらい日本語ペラペラなってるもんな。うん。これはよくみんなに驚かれる。うん。うん、日本語の習得が早かったもんな。早かった。<ー>でもよく言われる。うん。あの、ちょっと変って。あ、ちょっと変うん。違和感ないけどな。きっと、あのー、日本語を教えた先生。うん<ー>。先生が日本語変だったんじゃないのってよく冗談で言われる。俺のこと あでもそれは俺のこと変って言われてるあそれはでもきっと冗談だと思うだって先生の日本語は合ってるんでしょ俺違和感ないけどなうんあの僕先生から学んだ通りのあの日本語を言ってるだけにそんなわけないでも日本人のほとんどが間違ってるうんうんそれは俺も感じるでも最初は感じてなかった君と出会う前は うんうん、でも君と出会って周りの日本語がおかしいなうんアクセントおかしいなって感じ始めたこれ分析したいけどどういうこと俺つられてる君にということは最初は正しい日本語を喋ってたうん、かもしれんで僕が母国語,語と母国語の発音と正しい日本語のイントネーションが混ざって変なイントネーションになっちゃった,ったそれに俺も釣られてる そして、人でしってる時は違和感なないけどなこっちも違和感はない。つまり、<と>こっちで合体しちゃった濃いめの沖縄の人と喋ってるときは違和感ないよ。あ、それは、うん、あの、実際は沖縄の人かどうかは分からないけど、うん、あ顔がはっきりしてる人のときは喋りやすいなって思う。いや、沖縄の人の、うん、アクセントに近いんかも。あ、うん。 なるほど。俺、たちの喋りよ。うん。うん。沖縄行こうか。行こうか。うん。<laughs> うん。うん。じゃあ、明日行こう。ああ、急に言われても、ああ、行けないと思うかもしれないけど、あー自分の母国からはるばるここにやってきたのも、前日に決めた。<laughs> うん。<laughs> すごいな。所詮、日本、国内ぐらいだったら平気。行動力があるわ。うん。うん 日本語喋れない段階から日本語喋れる段階まで来てるから周りからしたらお前すごいなってなるけど、うん、俺もともと日本語喋れてたからお前につられたせいで日本語下手なってるなって思われてるかもしれないプラスマイナスゼロうんあじゃあ明日空港で待ち合わせよろしくお願いします、うん、はい彼と出会ったことで多少人生変わりました えー、皆さん、チャンネル登録、よろしくお願いします。チャンネル登録、よろしくお願いします。チャンネル登録、まだしてない人は、チャンネル登録、あ、よろしくお願いします。チャンネル登録、まだしてない人は、チャンネル登録、よろしくお願いします。二人でいたら違和感ないです。 こんにちは、ジャルジャルの福徳修介ですこの度小説、今日の空が一番好きとまだ言えない僕はを発売しました概要欄にですね、冒頭の1ページ、2ページ分ぐらいを載せてます気になった方は一番下の URL をポチッとしてみて、ぜひ読んでみてください以上、小説の宣伝でしたバイバイジャルジャルのネタサロンが非常に充実してござる お、おいらの時代にもそういうのがあったらな。僕噂で聞いたんだ。このジャルジャルに興味のやつネタサロンのこのご紹介 VTR あんまり宣伝効果ないんだって。残念な結果でござるな。不透明すぎて入るのが怖い。そんなネタサロン。ジャルジャルアイランドもチェックしてござるよ。ジャルジャルタワー